埼玉医科大学総合医療センターは埼玉県川越市に所在する埼玉医科大学付属の病院である。埼玉医科大学川越キャンパスにあり式以内には付属の看護専門学校を併設している。公式な性別適合手術を日本で初めて行った病院で手術件数では日本一であったが担当である原品高雄教授の定年、スタッフの体調不良から 2007年4月末で性別適合手術を中止した。だが2009年12月に行われた FTM の性別適合手術から部分再開され、2010年10月中旬に新たなスタッフの手による MTF の性別適合手術が行われ、本格再開することになった。1999年に全国で9番目に指定された高度救命救急センターである。 2016年1月23日に高度救命救急センターの新棟が完成し3月1日より運用開始最終的には外省センターの新設や日本最大規模の計40章の ICU と32章の白宇小に救命救急センターとして発章のピクを有する施設となる県のドクターヘリの基地病院でもあり2005年8月1日より 埼玉県防災航空隊の消防防災ヘリコプターによるドクターヘリ運用をはじめ2007年10月26日からドクターヘリ専用機が配備され正式に運行が始まった埼玉県特別機動援助隊と災害派遣医療チームに登録している広報資料プレスリリースなど一時資料ありがとうございます